おはよう。おはようございます。見えるか。見えますよ。おお。逆光ベイベー、逆光ベイベーだぜ。あれ、これって3つじゃなかったっけ。確かに。え、11はそれ、11プロが3つ。あ、これは11。これ11。おお。なんだよ、ついてないんだよ。今時3つでね、タピオカって言われてるのに、もう今。3つじゃないの、これ。これタピオカじゃないの。え、なんかね、いろんなニュースとか。で、3つだったけど。いや、なんかね、いや、なんか11はすごいコスパがいいって言われてるんよ。11ってこれか。そうそうそう。で、11プロは、このコスパのやつに、ただもう1つ、望遠レンズがついたぐらいの。なんで望遠レンズのやつ買わなかったの？比較できないよね。高いあるよ。高いあるよ、あれも。いくらぐらいの探す？これはね、一番安いモデルで75,000円ぐらいからかな。そんぐらいなんだ。やっぱプロはね、やっぱ10万ぐらいいっちゃうのよ。いや、ずっと身につけてるものよ、これ。車みたいなもんよ、これ。車よりも身につけてる、これ、みんな。そんなにお金かけないで、あんた動画撮って、こんな自慢、スマホ買ったら、こんなの自分になんないのね。全然俺羨ましくない、これは。これは羨ましくない。これじゃないもん。これでもね、すごいんですよ。すごいの。開けてくださいよ。いや、とりあえず開けていこうぜ。おい。あれ？これが iPhone 11 ですね。おお、思ったのとちっちゃい。やっぱコンパクトになるんだよね。そう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 。あれカメラは何個ですかね、これ。いや、でもまあパッケージにとらわれない。そうだね。ちゃいけないよ。やっぱサプライズってことでね。はい。ここなんです。本物は。これが本物か。これが11です。ちょっと重さ確認。重さ確認。結構どっしりだよ。あー、確かに思ってたよりどっしりどっしりで、なんかこう、なんか強感がすごいですね。うん、何も張ってないのに。うんだね。まあもうちょっとね、開封レビューっていうか、ちょっと比較をしていきたいなと。今回は私が使ってたその iPhone SE ねとこの iPhone 11、カメラの性能がどれほどいいねんっていうのをね、比較していきたい。じゃあ写真ちょっと撮って。写真。じゃあグッピーさんね。はい。ああ、これ。おお。あ、すごいじゃん。おお。じゃあいくよ。せーの。は。どうすか。比較。まああれだね。うん。これだね。わあ、すごいね。こうだから。ああ、なんかね、こう。広角。そう。広角になりましたね、だいぶ。広角具合がすごいな。ヨッツさんのパソコンまで映ってますからね。やば。本当ね。めちゃめちゃ映んね、これ。だってこれりっちゃんのパソコンまでしか映ってないのに、すごいね。やば。これはすごいね。ちょっとインカメにしてみようか。自撮りね。自撮りするとき、今までだったらね、こう自撮りするのがね、これぐらいだったらもう千枚男いっぱいいて、こんなむさくるし。で、まあちょっと揺れてたね。ちょっと揺れてたねって感じですよね。いやー、すごいね。これポートレートどうなの、これ。ポートレートは広角にならんね。あ、そうなんだ。望遠よね。望遠ですよ。こうやっぱ YouTube は多分もうズームねしてますからね。いや、よく考えてみて。ズームすることある？そんなある？望遠なんだよね。月撮る時とかさ、望遠絶対。いや、月の写真見せてほしい。ほんなら今までカメラはね、まあだいぶ違ってる。だいぶまあ広角がそうやね。それ入れられた。他はね、なんかディスプレイが良くなったんかな。ディスプレイが良くなった。あとバッテリーの持ちも良くなったし、ただね、俺のその SE からの進化がやっぱり半端ない。あ、そういうことね。だいぶ確かにね。そうそう、だからだだいぶね、だいぶ違うもん。だいぶ違う。いや、もうだいぶ違うよ、これ。だいぶ違うよ、これとこれ。だいぶ違う。マジで違う、本当に。まあそもそももう防水でもあるし、昭和から平成って感じ。令和って感じ。昭和から令和。マジでぶっ飛んだよね。まあ結構超えたね。その機能はぶっ飛んだよ。ただね、もう違いすぎて SE もやっぱいいなって思えるぐらい。ああ、なるほどね。そう、なんか軽くて小さくてやっぱいいなとかあるし。ピンさんやっぱこのなんかタッチとかわかんないですよ。そのこう振動するのを、あ、それ 3D タッチ。あ、ギュッと強く。それがこれにないでしょ。それない。だからこれ多分おおってなる。え、やってみました 3D タッチ。やった。あ、でもそれが 3D タッチっていう認識がない。ああ、それが 3D タッチ。カメラのそのホームボタンのこのないのは。あ、慣れた慣れた。iPad がそうやから俺。ああ、それでね。そうそう。それでも慣れ済み。なるほど。もうこれケースとかはつけないんですか、ドキュンさん。一応検討中、見てるって感じかな。あとは耐久性だよね。そうだね。ちょっと一旦熱湯に沸かして耐えられるか。ちょうどここ屋上だから。まあこれぐらいでこうパッと話した時にどれぐらいじゃあみんなのスマホ俺ら全然違うからさ、それ並べようか。いや、せーので。それは違うじゃん。だってこれの比較でしょ。だっていや、それと歴代 iPhone の比較。歴代これSEだけで十分。いやいやいや、これ防水じゃないでしょ。防水じゃない。が防水だからこれ。そうだ。よかったね。よかった。よかった。落としても大丈夫。あと何？置くだけ充電みたいなできるんやろ。ああ、それもできる。両家の10もできるん。もう10もできる。俺の充電器もできる。あれ置くだけ充電。あれ置くだけ充電。まあこれなんだけどね。置いてみて。なるだけで充電。おお、ほんまや。すごい。そうそうそう。便利。便利っしょ。そうなのよ。この機械便利だよね。これ便利でしょ。で、あと時計のあれもね。アップルウォッチあとできる。おお。っていうね、それも可能ですよ。いいね、いいね、いいね。めっちゃバッテリー時代が追いついてきたね。その物品がやっとね、あれだけ頑固に俺は SE ってずっと言ってたのに。でもね、これの方がね似合ってた気がする。ちょっと変えてみて思った。やっぱまだ SE で十分やなって思い始めた。でかいっしょこれ。でかいでかいっしょ。親指届かないでしょ、上まで届かない。これすごいもんね。しかも10よりちょっとでかくなったんじゃないですか。これそんなことないですかね。 10S なんですけど、やっぱでかくなってますね。こんなちょっともう分からないぐらいのちょっとだけでかくなってるね。なんやろ、ほんま若干な気はするけど、どうなんやろ。ちょっと数字見てみるわ。そうだ、ホームページで。そうね。ちょっとでもこっち重たいんだよね、やっぱり。でもなんかそれみんな言ってる。ほんまプロもなんかずっしり感が。そう、ずっしり感も持った時に何やったっけな、バッテリーがやっぱ大きくなったから。まあその分持ちがいいよね。ちょっとやっぱでかい。ほんまや。じゃあこのねスマホにいろいろね思い出を彩っていく。もうね、ポートレートモードで子供の写真撮りまくりやから。マジであれすごいな、ポートレートモード。マジで綺麗。ポートレートも初めてか。いろんなのが初めて伝わってるんだ。そう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 。むしろこっちじゃなくてこっちじゃなくて写す。いや俺らはさ、そんな違いがさないからさ。まあまあまあ、あなたよ。俺一番興奮してるから。そうまああなたの反応が面白いから。ちょっと触ってほしくなかったね。そうだね、ここで触ってほしかった。そうそう、初めてね。3D タッチ、おすげえみたいな、その感動。いやでもね、言うほど冷静やった。ああみたいな、本当冷静。まあ一番こいつに期待してるのは動画性能なんよ。ヨッチとかをね撮影してそのまま Twitter でアップすることって結構多かったんやけど、この SE じゃ音声、声の音声が結構拾いづらかったんよね。こいつに期待したいのはその音声をしっかり拾ってくれるかどうか。この SE とあんまり変わりなかったらぶっちゃけマジで勝った意味があんまない気がする。それぐらいねえよってどうだね。11と SE を同時撮影して、どれほどね音声が違うのか、画質もねついでに見ていきたいと思う。今同時に撮影してます。テストで撮影してます。よっちが今吸音材を広げてます。私の名前は R のアーノルド・シュワルツァー・ヨッチャーです。私の名前はアーノルド・シュワルツァー・ヨッチャーです。どうですか、私の声変わってますか。いい声してますか。どうだろうね。テストでもなんかやっぱり11の方が、ぬるぬるしてるというか、なんやろ、手ぶれ補正ってあるんかなこれ。手ぶれ補正あるんかな、わかんねえ。なんか手ぶれ補正もある気がする。そうちゃんと撮れてる。ちゃんと撮れてると思う。どうですか皆さん、やっぱり11の方がいいですか。映像が綺麗だったからやっぱこっちの方がいいでしょねえ。11は今広角なってる。全然違う全然違う。広がってるここまで。今ヨッチが両手広げたら SE がそれマックスだね。これがマックス。これマックス。もう全然違うよ。嘘。11やばい。11やばい。これ映ってる？あとね、もう一人は入れるぐらい。ああ。その、手広げて。あ、本当に？うん。あ、だってもう、よっちこれ全身入ってるもん。あ、もう、下まで。うん。ああ。で。じゃあちょっと編集できたんで、はい、これ再生したら互い違いに流れるんよ。互い違いなんでこっちが SE。 なるほど全然違うね。あ、全然違う。あー SE はちょっと響いちゃってるね。うん、なんかこもってる感じするよね。ガンマイクみたいなこっち。ああ、そうそうそう。そんなに？うん。ああ、確かにこっちの方がいいね。うん。なんかちゃんとしっかりした音って感じ。いやー、いいね。よかった。いやー、素晴らしい。買ってよかったと思いますよ。本当に買ってよかったね。買ってよかった。いい音です。はい、という感じで、まあざっくりとした比較動画でした。ちなみにこれ今 iPhone 11で撮ってる。うん、ちゃんと聞こえてるかな。 iPhone SE 持ってて11がすごい気になるっていう人がおったらね、まあちょっとは参考になったかなと。うん。ただ、ぶっちゃけて言うと、iPhone 新しいのに変えたところで、生活ってマジで何も変わらん。うん。もうそれはね、買う前から分かってたからいいんやけど、ほんまに大して変わらんから。うん。ここまでね、最後まで見てくれた人はありがとうございます。うん、もう、夜もね、もう8時か9時ぐらいだと思うから、まあ、飯食って、風呂入って、歯磨いて、しっかりね、奥歯の方までね、磨きや、うん、それぐらいして、寝てください。じゃあ次の動画でお会いしましょう。